ということで、今回はですね、映画の吹き替え声優の収録に行ってきまーす。人生初めての映画の吹き替え声優なんですけれども、映画リトルマウンテンビューイグリセリンの鈴という映画の吹き替え声優を今回させていただきます。めちゃめちゃ緊張してるんですけれども、頑張ります。行ってきまーす。この動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルの他の動画もあと何個か見ていてね。あとスーパーサンクスもよろしくお願いします。はい、ということで収録してきました。もうめちゃめちゃ初め、緊張してたんですけど、いや緊張より楽しみの方が勝ってた。おー、すごい、いいね。もう早くしたいと思って、よくテレビとかで見たことある本格的な機材の前で、歌とはまた全然違うんですよ、その収録の仕方がね。台本の長さぐらい離れてって、ここら辺で持って、こう指示してこうするみたいな、初めにすぐ教えていただいて。すごい。収録はぴったりやったんです。収録は、他の方とも、そう、一緒にさせていただいたんですけど、それもあってちょっと緊張したよね。他の人もいるとね、こうテレビとかで、そういう現場のところを見たりとかするたまに、なのでなんかここら辺にこうなんか流れてたりする映像がそういうのって流れてたりする。そうそう、映像がこう流れてて、上にこう数字でカウントダウンがされてて、それのタイミングも見計らいつつ言うって感じで、すごい。口が動いてないっていうか、見えてないとこでのシーンとかだったら数字でここら辺で言おうって決めたとこでバッチリ言った。どういう感じの声で見ていただいて探していただけたらなっていうふうに思います。すごいすごいね、そういうイベントでこういうふうな機会をね、出れて皆さんのおかげでありがとうございます。ここでいきなりいつものお知らせです。私たちのイベント出演情報はツイッターでお知らせしています。概要欄からツイッターアカウントに飛んでぜひチェックしてみてください。また男子仲間も随時募集していますので、女性限定ではありますがぜひ概要欄をチェックしてみてください。やったことはある？そうだね、一回そのボイスドラマとかやったことあったけど、本当に映画の声優とか初めてね。じゃあ初映画の声優。そう、ずっとやってみたくて、そう、やっと念願が叶ったっていう感じです。おお、今までのボイスドラマとなんか違った点か。キャラクターじゃなくて、この人間やから、今回はその登場人物が、しかも海外の映画っていうのもあって、人間に合うように出そうっていうのはちょっと意識した。確かに。もともとだって喋ってはる人がいはるもんね。そう、Amazon プライムとかで、ね、U-NEXT とかでも見れるみたいなんで。おぉ、映画とかの声優してみたかったっていうところが、とりあえず一個叶ったじゃないですか。次なんか目標にしてるの。アニメの声優とか、ゲームの声優とかは、ずっと夢です。誰かお願いします。お願いします。いろんな声出します。一応得意な声は？得意な声。お姉さん系も得意やし、可愛い感じも得意やし、少年とか、イケボとかもいいって言われる。選ばれへんか。オールジャンル。オールジャンル。はい、ということで、リトルマウンテンボーイ、グリセリンの鈴の収録に行ってきましたということなんですけれども、皆さんぜひね、発売されたらぜひ見てみてください。よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。それぞれのメンバーの SNS アカウントもぜひ概要欄からチェックしてみてください。またこのチャンネルのメンバーシップも楽しんでいただける内容盛りだくさんなのでぜひご参加ください。ノートでは普段見られないメンバーの日記やフォローミーダーオフショット、見すぎまともにあるかも。オンラインショップでは限定グッズなども販売しておりますので皆さんぜひよろしくお願いします。バイバーイ。